皆さんこちらの企画覚えていますか？一冊の本に書かれたこちらのメッセージ。ありました。あ、見覚えのあるワンちゃん。ということは、見たことある、ついに来ることができました。こちら東京都中央区ボディメンテナンスサロンビコンシュアス。こちらどなたのお店か皆さんご存知ですよね。ずーっと来たかった、ずーっと会いたかった方がこちらにいらっしゃるんです。きっかけになった動画をまだ見てないよという方は右上の方からぜひチェックしてみてください。さて、いよいよ登場していただきましょう。どうぞ。美脚トレーナーとして有名な久志裕子さん、雑誌やテレビにも多数出演されております。こちら愛犬の鬼くんです。今日はどうぞよろしくお願いします。早速妻が施術を受けるようです。今回はどんな施術を受けるのでしょうか、楽しみです。いよいよ施術が始まるようです。どんな施術を妻が受けるのか、私もドキドキワクワク見守っていきます。最初は妻の一番の悩みでもあるむくんでしまった足の施術から始まりました。足の先、指一本一本までしっかりと施術していきます。どうやらここでオイルを使用するみたいです。オイルを使うことでより一層妻のお肌がスベスベになっていきます。ここからはぜひリラックスして見ていただきたいので、ナレーションは一旦お休みさせていただきます。H&K チャンネル。全然違う。だってもう足首の動かしやすさが全然違う。すごい。何これ。さっきより全然痛くなさそうね、ほんと。H&K チャンネル。
ごい。今だと両方同じように開いてこれがない、うん、うんうんそうパクッてならない。ワニがどうした、ワニがケチオッケーですよ。どうですか、すごいな、すごい綺麗な、ちょっとあんま出すぎたらまずい、動く見えないのよ、ね、見えないんですか、あ、すっきりしてるね、なんかすっきりしてる、すっきりしてますね、目が開いてる、目開いてる目開いてる、すごい、なんか首こうやったら楽でしょ、楽ですね、全然違う、楽ぐらい痛かったんだもん、なんかもうすごい、なんか勝手に出てきました、痛すぎて知ってる、すごい痛すぎて、どんどん見せてくる、妻の反応を見てプロの技を目の当たりにしました。やっぱプロは違いますね。あ、本当だ、心が浮きました、妻がより一層素敵になりました。ありがとうございます。ゆうこさんもプレゼントを気に入ってくれてよかったです。今自分がやってるこの YouTube でそのフェルトアートを作ってくださってる方とか、アイコンのイラスト描いてくださってる方とか、みんなそれぞれ今違う仕事をしてるんですけど、本当だったら昔こういうことをして仕事したかったって人たちを、じゃあ一緒にやりませんかって言ってちょっとずつやってもらって、自分がいつかこうこの YouTube のアカウントが本当大きくなっていったら本当に仕事にさせてあげれるかなっていうのもあって、YouTube を始めたおかげでまた一つ夢が叶いました。素敵な一日でした。そっち、あ、まあ、いや、顔がそう、あなたのサロンみたいになってる、あなたの最後に妻がどうしても言いたかったこと、それはどうですか？ビフォー撮らなかったね。うん。まあ写真見ればわかるか。素敵な出会いをありがとうございました。また東京へ伺った際にはお邪魔します。H&K チャンネル。次回の投稿は久志優子さんからご紹介していただいたこちらのお店を紹介します。こちらなんと下町情緒あふれる素敵なお店だったんです。確かなものがここにありました。よし決めた、釣り系 YouTuber になったらここの本庁通過をと。お楽しみに。